高対応スキルレンダーの取り返しと一って最初に言ったよな。星さん、キメラアント編のライオンみたいな能力者の漫画。主人公は能力者としては凡庸な器用貧乏の真面目くんであり、主人公がコツコツレベリングして覚えたスキルをトイチでレンタルできるという能力者。そのレンタル能力によって、主人公が組んでいるSQパーティでは、例えば神速使いの剣士は、動体視力とかを主人公からレンタルすることでほぼノーリスクで神速を使い放題みたいなシナジー効果を得ていたが、所詮主人公からレンタルできるスキルは盆栽がレベリングすれば覚えられる程度のスキルということで、SQパーティの恥さらしとして主人公はSQパーティを解散させられてしまう。その時に、俺は解散するならお前らにトイチで貸してたスキルの利息全部取るけどいいんだな、という感じの確認をした後に N 年分貸し付けていた利息を回収したら、クソ強パーティーの SQ メンバーは破産してしまい、そいつらをクソ強たらしめている、賢者だったり大魔導士といったクソ強スキルを根こそぎ借金として奪い取って俺強い、アンドザマーするという王道を行く作品。この漫画はこの手のザマー系の漫画としてはクソ激烈によくできているナロー系の上積みの部分の作品であり、主人公の性格設定が合理的で、うじうじムーブをしない、主人公を落としたパーティーをケツの毛までむしるといった読者がしてほしいこと、見ててスッキリすることをしっかり演出してくれるので読んでいてイライラする要素がほぼない。シナリオも読みやすいし、ハーレム広報拡張するシナリオもしっかり主人公の能力をベースに作られているし、カマセイヌの配置からハーレム候補の性格設定などとてもよくできている。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。